マーチン・ウィマーは、ドイツ・ミュンヘン出身の元オートバイレーサーである。グランプリで活躍した。日本の雑誌などでは、マルティン・ビメルという表記も見られた。グランプリデビューは1980年の 250cc クラス。グランプリでの最高成績は、フレディスペンサー、アントン・マンク、カルロス・ラバードに次いで 250cc クラスランキング4位となった1985年で、 この年は、ドイツ GP での優勝に加えて2位に2回入った。1987年には、ケビン・マギーと組んで、鈴鹿8時間体級ロードレースで優勝している。2009年、同じく元 GP ライダーのラルフ・ウォルドマンと共同で、オートバイメーカーの MZ を、マレーシアのホンレオングループから買収した。2010年より、MZ は、 グランプリ 250cc クラス後継の元に2クラスに参戦を開始した。ウォルドマンは運営方法をめぐってウィマーと対立しシーズン半ばにチームを去ったため以降はウィマーが単独で CEO を務めている。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までの ポイントシステムモートジッピー公式サイト内プロフィール。ありがとうございます。